はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボディ代表の峯岸と、サーティーキャンプ代表の西垣です。はい、お願いします。はい、まあ、最近順調にね、はい、動画撮れてますね。いや、動画への意識が高まってますね。高まってきてましたね。いいですね。編集大変、お疲れさんです。もういつも追われてる感じなんですけどね。ありがとうございます。もういつも後ろから誰かに追っかけられてる感触が続きながら生活してる毎日なんですけどねその編集ペースに関係なく撮影が進んでるので、はい、まあ、いいことなんですけど。そうですね、はい、しかも僕から積極的に言ってますからね。いや、素晴らしい。編集の僕なんですけども積極的に撮影していこうと自ら、ここはまあもうね、追い込んでいく。そう、引かねえぞとね、いう、やっぱ強さが大事なんでね。ありがとうございます。はい、けどおかげさまで、ね、まあ皆さん好評なんでね、動画もね、はい、見ていただきますので頑張っていこうと思います。はい、頑張りましょう。はい、今日翔太君、何か聞きたいことはないですか？そうですね、まあ、この動画ね、あの見てる方の中でも若手の方とかね、うん、はい、あのぜひ気になってることかなと思うんですけど、まあ、峯岸先生本当にハードワーク、うん、まあ、僕の中で峯岸剛といえばハードワーカーなんですなんかそのイメージ強いみたいですけどね、はい、うん、なんかまあでもたまにストーリーズとか見ても、はい、やばい時間にジムいるなみたいな。まあ普通にね、はい、1時とか2時とか、まあ、普通1、2時は普通ですからね。なんやろうな、夕方みたいな感じでしょうね感じ、はい、夕方感覚、夕方感覚ですね。そうで、まあ多分見てる人疑問に思ってるのは、うん、どうやって生きてんのって、その、なるほど、いや生きてますけどね、何してちゃんと生きてますけどね。あ、まず寝てるとか、はいはいはい、で、まあ、こうやってセッションもしてるし、うん、このオーナー業もあるし、うん、この撮影もして、うん、編集もして、うん、もう他にもまあやりだしたら、ああ今日あれっすよね、うん、専門学校の講師もやってましたね、はい、今日はね。そうそうそう、あと子供の教育もやってます、ね、子供ね、もちろんね、はい、3人の父親っていうところは今特訓中ですか、息子とかね。縄跳びね、縄跳び、はい、頑張ってやってますけどね、はい、もう今パッと上げただけでもタスクがめちゃくちゃ多い中で、確かにね、はい、それをどうコントロールしてやってるんだと、うん、はいはいはい、いうのは多分もう見てる人みんな、うん、おかしいぞおかしいんですね、おかしいぞ、ね、おかしい人なんですね、多分ね、なんか変やぞっていうのは分かってると思う、うん、なるほどね、まあ、そのちょっと実態をですね、はい、お話しいただけたらと思うんですけど、なるほどなるほど、実際どんな風にして一日まず過ごしてるんですかね。そうですよね、まあ、確か今聞いた俺いろんなことやってるの今気がつきました。知らなかったって、ね、あ、無意識、あ、やってんな俺っていうね、やってんなっていうの今分かりました。まあもう当たり前の考えだったんですね。そう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 、それが、そう、まずね、まあ、そもそもハードワークの話なんですけども、はい、もうこんなことをね、僕はもうずっとやってるんですよね。そうそう、だから思い返せばもうね、二十歳からパーソナルトレーナーを始めた、はいはいはい、当初からもうずっと今の至るまでやってるんでね、月から日まで、そうそうそう、もう月日当たり前、月日当たり前、セッション毎日当たり前ね、これまあ当たり前生活来てますからはい、はい、うん、だから自分の中で感じないだけなんですけどね。なるほど、まあ、今翔太君に言われた通り、まあ言われてみればそうやなと。いや、そうなんですよ、ね、いうことはね、こう、まあ、たまに確か言われるんですよね、はいはい、あの、やっぱ僕ストーリーもよくあげたりするんでね、はいはい、何やってんすか兄さんみたいなねなんかよく聞かれるんで。そうなんですね、まあ、ちょっと今日はその全貌を話していこうと思うんですけども、はいはい、まあ、まず時間管理っていう話ですよね、うんうんうん、まあ、確かに皆さんこれ悩むところだと思うんですよ、うんうん、まあ、いろんな、ね、トレーナーの方もそうですし、まあ、治療の方か治療科の方もそうですし、はい、まあ、やっぱり自分の、ね、やるべきことっていっぱいあると思うんですよね、はい、まあ、もちろん、ね、やるべきことがあるってことはまず優先順位をつける、うん、これめちゃくちゃ大事です、うんうん、僕はまずここからスタートします。そうですね、何が一番大事なのかってことをしっかり考えてやってるわけですね、はい、で優先順位ももちろん3パターンぐらいありまして、なるほど、まず仕事部門の優先順位をつける、はいはい、で次家族部門、はいはい、の優先順位をつける、最後は自分の人生っていうのに優先順位をつけると、ね、そうそう、僕の幸せっていうところの人生っていうところの優先順位をつけるというところからスタートしていきます。うん、3つのこの、まあ、カテゴリーがあるわけですね。そう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 、そのカテゴリーを作ってまず優先順位をつけるんですね。うん、でもちろん各カテゴリーの1位の順からやっていくわけですよね。ああ、なるほど、各カテゴリーね。そうそうそう、仕事ばっかりやるんじゃない。そう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 、あーはーはー、各カテゴリーの1位からどんどん上からやっていくっていう形をずっとやっていって、で一応ね第3位ずつ、だから111223333位までのところがやるべきことと決めてるわけです、自分の中で、はいはいはい、そこから下はやらないです。なるほど、いろいろあるけれども、そうあるけども、そこは僕の中で優先順位じゃないとか判断して、そこはカットするということで、まあ、まずは全体9項目ですかね、はいはい、9項目を 1週間の中で回して形を取っていくというものなんですね。なるほど、まあ、1週間でそれをちゃんとクリアできるようにってことですね。そう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 、あ、なるほど、1週間単位でイメージしてあるんですね。そういうことですね、はいはいはい、その中であとはその、ね、9個 のコンテンツをじゃあどこの時間に配分していこうかってことを一個一個1週間の中で埋め込んでいくということをやっていくわけです、ね、そうかそうか、うん、まあ、セッションももちろんあるし、もちろんセッションはもう当たり前ですよね。もうだからもう空気みたいなもんですけど、ね、その項目に入ってないセッションやるとか
っても感覚じゃないですよ僕の中では。もう空気。それは当たり前で。当たり前すぎても別にそんなもなんと思ってない。それ以外の編集、動画編集とかっていうのがここの項目に入ってる、ね。そうそういうとこなんですね。そうなんですよね。うん、結構やっぱ若手の子見てても、もうセッションで精一杯。うん。まあ、もちろんなんですけど、ね、誰しもその時間はあったかなと思うんですけど、まあ、その日のセッションを良かった、うん、悪かったにこう一喜一憂と、うん、まあ、悪戦苦闘してる姿を結構20代の子とか見てても思ってて、まあなんかそれはちょっとずつね、そう経験積めば安定してできるようになるんでしょうね。だから皆さんもちろんセッション大事ですよ、うんうん、僕らと一番セッション大事ですからね、うんうん、だからそこはまあ磨かなくちゃいけないし、うん、まあ、もちろんやり込んでいって経験値増やさないといけないところにはなってくるんで、うんうん、まあ、そのステージってあるじゃないですか、はい、翔太君おっしゃった通り、まず20代は頑張らなかったとかね、うんうん、30代は勉強しなかったとか、はいはい、40代は経営のことしなかんとかっていうステージがあるので、うん、そこのステージ上でやっていけばいいんだけどね。なるほど。だから20代の子が僕の真似しちゃダメだよってことですね。確かに、ね、良い子真似しちゃダメなんですよ絶対に。そうなんですよね、うん、そうなるとセッションがおろそかになったりするから、そう大体ね、あの分散すぎてダメになるパターンですね。そうですね、まあ、うん、なんかあんまりセッションに熱入ってないぐらいのテンションになっちゃったりするんですよね。そうなんですね。大事なもん見失っちゃうんですよ、うんうん、これで、ね、よくあの上昇思考あるなんですけどね、はいはいはい、そこを軽視しがちになって未来ばっか見てしまって、そこのために今動いちゃうみたいなことを20代でやってこいるんですけども、これはね僕はお勧めしないです。意識高い系ある、ね、高い系ある、ね、経営者の言葉並べてみたいとかね、そうっすね、僕こんなことやってますみたいなね、どうや投稿していますけども、それは今じゃないんですよ。うん、まあ多分心理としてはそうやって、まあ僕頑張ってるんだぞ、こういうことも勉強してるんだぞ、すごいでしょうみたいなことを言われたいのかなと思うんですけども、そこはやめといた方がいいです。なるほど、なるほど、そこはやめといた方がいいですね。あらだよな、なんかちょっとこう、まあ、なんだろう、こう発信の仕方によってお客さんがよく捉えないような発信だったりっていうのね、そうですね、あったりすると思うので、まあ、そこは泥臭く目の前のお客さんのためにを20代でやっておくのがいいんじゃないかってことですね。のが多分ね、見栄えがいいっていうかね、逆にその方が、うん、あのいい子だなと思われますよ、うん、そうですね。だから僕ら年長者って若い子見て頑張ってるのは頑張ってるんですけども、その頑張ってるレベルが違うんですよね、うんうん、だから今本当に頑張るべきことを頑張ってる子はすごいなと思うし、うん、けどあ高望みしてんなって子は頑張ってるけど、あ なんだかなみたいな感じ映っちゃうんですやっぱり、うんうん、そこの違い、なんかそうパーソナルトレーナー20代の子をお前ほんまにパーソナルトレーニングやっとんかみたいなまあまあ、ね、こういますよ ねもうなんか意識高すぎて、そうまあセミナー受けに行ってのは分かるけど、うん、なんかビジネス系のことをわーって発信したりとか、ね、なんか謎の交流会に参加したりとか、うん、なんかそういう系ばっかり発信してる方が大丈夫かなって思う時ありますね、うん、だから、まあ、確かにビジネスの勉強した方がいいんですけど、もちろん、もちろん方向性とか間違えちゃうと危ないよと、うんうん、いうのはめちゃめちゃ大事なんでね、そうね、うん、そこはちょっと心配になってるかあるんですけども、まあ、ちょっと話脱線しましたけども、まあ、そういうことをね、まあ、僕の場合はセッションは普通にやれるんで、うん、まあ、意識してないですけども、うん、まあ、そういうことをしか優先に決めていって、それ1週間にまずまとめてやっていくと、はいはい、いう形で、あとは時間配分してるって形になってきますね。例えばなんですけど、その一個一個の項目ってどんなことがあったりするんですか？ああ、なるほどね。例えば仕事部門だったら、はい、まあ、今の一番の優先は僕がこの、ね、事業を拡大しなくちゃいけないと、うんうん、まあ、僕の事務で働いてくれてる、トレーナーさんがいらしたわけなんで、うんうん、まず僕は集客面ですよね、うんうん、あとはブランディング、うん、この2つが今一番大事なんですね、うんうん、僕は今ここにめちゃめちゃ命をかけてるわけなんですよ、うんうん、まあ、だから集客するために文章を書いたり、はいはいはい、であとは SNS 発信したり、はい、であとは今度 YouTube ですよ ね、 もちろんですね、撮影して編集したりっていうのが今一番優先順位の上に来てると、うんうんうん、いうので、まずそこをしっかりとやってるのが一番ですね、はい、だからこの撮影も続けてやってるんだから毎週撮影するわけ、そういうのもね、ですね、あって、はいはい、でまあ、これ一番優先順位、はいはい、で2番目は市場調査です。あ、なるほど、はい、今のパーソナルトレーニング業界とか治療院業界の細かいところの情報を収集してます。でどんなことやってるのかとか、どんな価格帯でやってるのかなというところをすごくチェックしていて、まあ、業界相場みたいにしっかり見ていこうと、あとそういう推移がないかなってことを、推移がないかっていうのもしっかりチェックして、はいはいはい、してるということをしてたりと、まあ、これもずっと事務にこもってやってると。大事です ね、 ですね。それもね、調査しないと今やってることが変か悪いかもよく分かんないですからね、うん、そういうことですね、はい、まあ、これ2番目、はい、3番目はこのセラピストとかトレーナーの個人の調査をしています。あ、なるほど、まあ、いわゆる今活躍している人、はい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 、まあ、どんなことを発信しててどんなことを勉強しているのかなというのを発信、あの調査をしてますね。これやっぱり業界の流れとか未来が見えてくるんでね、うんうん、でそういうのを見ていて自分の今後のだから事業展開の中にどう組み込んでいくかなとか、うんうん、あとまあ翔太君とか CI 君とかね、うんうん、色々にまあこういうのまたこんなあるよってことを教えてあげようと思って、うんうん、とかいうんでまたこう2人のブランディングを高めていったりすることも調べたりもしてると、うんうんうん、いうことを今仕事でこの3つを今やってます。なるほど、うん、
いやよく言ってくれますもんね、こんな人いたよとか、ね、そう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 、教えてくれますもんね、うん、そうなんですよね。いやそれね、やっぱりそういうのをチェックして自分がどの道に進むかっていうのをね、うん、決めていかんとってことですよね。そうなんですね。で特に僕の場合は僕だけじゃなくて、まあ本当働いてもらってるトレーナーさんとか治療家さんのやっぱり未来を見てあげないといけないと思ってるんでね、で彼らを伸ばしてあげるのも僕の使命なんでね、だったらそういう情報集めるのめちゃくちゃ大事なんですよね。うん、だってね、翔太君もね、滋賀君も今現場で大変じゃないですか、今一生懸命ね、まあ、翔太君もね、現場やって経営やってると思うんで、めっちゃしんどいですよ、今。いやー、ハード。ね、ハード。で、ここからじゃあ、情報収集やるって無理じゃないですか、聞いて。なかなか、難しいでしょ。やりたいこといっぱいあるけど、うん、そう、手も、そう、時間も限られてるんだなっていう、せめぎ合いですね。まあ、そうですね。けど、翔太君、今それでいいんですよ、今そのステージってことですね。そのステージ、そのステージはそこで頑張って、結果出さなくちゃいけない、セッション、もう死ぬほどしなくちゃいけない、で、ちゃんと経営していって、仲間のことをしっかり売り上げ上げていくことを考えなきゃいけないというステージなんでね。だからそれは OK なんですよ、だから僕がそれをやるんですよね、いろんな目を見つけていって、で2人に提供していくと、いうことをやったけど僕の仕事になっているということをやっていると。いやいや、これをみんなでチームでできてるっていうのはすごい僕はね、心強さもね、ありがたさも感じれるんで嬉しいんですけどね。そうそう、だから深夜までかかるんですよ、はいはいはい、いろんな本当に、ね、人のインスタとか SNS とか全部見て、 YouTube 全部見てますからね、一通り。まあ、あともちろん僕の大好きなマッチョ業界の情報もね、はいはいはい、そこの山本先生のね、あのバルクスっていうジムが新しい店出すとかね、昨日それ見てて、はいはい、おーすげえなーと思ってね、130坪東京出すとすげえなー、マシンもすごいいいマシンだなって、ワクワクしながらチェックしてるからね、まあ、そんなもチェックでしてる。人生の方にも入ってくるんですか。まあ、こっちは人生の方に入りますね将来目標の一つ入ってくるんですけど、はいはいはい、まあ、仕事が変わってくるというところなんで、まあ、もちろんサーディーボディーズの方もね、そうね、いろんな展開考えてるんでね、はい、まあ、そういう展開も考えて、まあ、痛みのケアズも展開考えてると、まあ、いろんな軸を考えてやってるんでね、はいはい、だからいろんな情報を集めてる、本当に。だから深夜まで勝っちゃうんですよ。そう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 、やることいっぱいあるんだと、うん、まあ、それをコツコツやってたらその時間になってたってことですね。そうですね。なるほど。だからまあいっぱいやってる感じは自分じゃないんですよね。うん、やるべきことやってるだけって、はいはいはい、だから たまたま時間かかったよねみたいな感じですかね。いやでも本当今聞いてて思ったのは、まずそのリストアップできてない子が多分めちゃくちゃ多いんやと思う。そうそうそう、だと思います、うん、で思いつきとか行き当たりばったりで、ああやれあれやな、うん、これやらな、うん、それやらなってなってると、やっぱ時間もかかっちゃうし、そうですね、ね、無駄な動き多いし、そうまずリストアップから始めてみるのがいいかもしれない、ね、リストアップ大事です、めちゃくちゃで本当に選ばないとこんがらがってきますから、で多分やりたいことが無限にあるんですよ、別に。そうですね、そうですね。でそうやっちゃうと時間足りないんでね、足りなかったら意味ないんですよ、垂らすようにしていって計画立てていかないと実行できないんでね、だそれ生きてこないんですよ、やるべきことはね。だから僕もさっきで4位以下やらないっていう理由はそこなんですね、やりたいこといっぱいあるけども、あえてやらないっていう選択肢を取ると、いうことをしてて、あの時間配も考えられてると、はいはいはい、まあ、時間は平等ですか、皆さんね。そうですね、うん、いや本当、しかもね、家族のことでもイレギュラーがあったり、そうです、仕事のことでもイレギュラーがあったりですから、息子が縄跳び止めないっていうね衝撃な話です、本当に1回ですよ、1回まさかの1回記録、まさかの1回ですよ。いやしかもです、ね、ま、前に縄も回せないっていうね、あの某知り合いのトレーナー の子供の運動能力上げる人がアドバイスもらったんですよ、わざわざ DM もらって、これやった方がいいですよって、はいはいはい、あそうなんやと思って、じゃあこれやってみて、それができないっていうね、一番下ができないっていう真実が発見してしまった。まずこれからができなかった。そうこれだったら30秒で変わりますよって DM 来たんですけど、もうそれどこじゃないんですよ、こっちいけないんやっていう話になっちゃったんでね。30秒それができなかった。そうもうそういう衝撃的な、またイレギュラーが起こったりとかね。衝撃ですね。だからもう緊急でそこの枠、予算枠みたいなの作って次回今作ってるわけでしょ、一生懸命寒い中外行ってね、増設してっていう、だボールも投げられへんとかね、結構山積みになってることが今判明したんでね、まあ、これは僕はちょっと無視してたっていうかね、あんま見てなかったなっていう悪さがあるんで、ちょっと違うとして反省です、これは、うんうん、だから今ちょっと時間使って一緒にいてボール投げ練習化してスタートしようというプロジェクトやってます、はい、まあ、こんなもありますね。そうですね、まあまあ本当にいろんなタスクがね、ある中で、うん、イレギュラーも起こる中で、はい、まずはちょっとこう順序立ててやるのがいいのかもしれないですね。そう、今日のまとめとしてはしっかりね、あの優先順位をつける、はい、ね、つけていって、それでちゃんと3位以下はやらない、だからやらないことも決めていく、それで一個一個決めていって1週間にやりきれるようなスケジュールを立てて、そう埋め込んでいけばいいですよ、というのが今日の回答になりますね。まあね、これあの多分僕もこのね、あの質問っていろんな人にしてるんですが、どうやって、まあ、でもやってる人とかトップトレーナーとかもうみんなやばいなこの動き方っていう人ばっかなんですよ、まあ うん、でもそれにはやっぱからくりあって、うん、みんなやっぱこういう地道なことをやってるなっていう、システマティックなことやってるなって感じるんで、そうですね、僕は
1日単位でこうチェックしたりとかしてるんですけど、うんはいまあ、なんかそういうのはね、あのやってみるといいかもしれないです ね、うん、そうですね。自分に合った形見つけてもらうとしたら、ね、そうそうそう、だ無駄を省いてよりいいものをたくさんするんですよ、うんうん、そしたら上に上がるんですね、うんうん、で逆にそれしないと上に上がれないです、うん、結局はまあ人間ね何でもそうだと思うんですけども、まあ、普通にやったら普通の人にしかならないし、うんうん、サボったサボった人間にしかならないし、うん、頑張った頑張った人間になれるしと、うんそうですね、いうだけの話なんでね、うんうん、で僕の場合の経営者はもっとえげつないですから、あもっとエグいスケジュールで動いてる人いっぱいいるんでね、うんうんうん、そうやって上の人を見ておくのも大事かと思うんですけど ね、 ただ自分のちっちゃさが分かんないんでね、うんうん、まだまだだっていうのも常に思っとかないとやっぱり上目指せなくなっちゃうんでね、うん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 、そういった意味でもいろんな人を付き合うのも大事なんでね、うんうんうんはい、だからもしよかったら視聴者の方もね、はいまあ、僕とか翔太君とかねまた会いに来てくれれば喋りますんでね、はい、ぜひぜひ、はいはい、またお願いします。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、今日はこんな感じでおりますので、またこの動画よかったらいいね、あとね、チャンネル登録、あとよかったらコメントもいただければ嬉しいので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。